妻が面白いじゃないですか。じゃあそろそろです。はい、サザンブリーズお送りしております。はい、お願いします。 FM 沖縄より、そして FM 沖縄のトロピカルビーチのスタジオからね、お送りしておりますよ。はい、それでは今日はね、早速ゲストのコーナーです。はい、じゃあ今日は東さんに紹介してもらいましょうかね。はい、いいですか。はい、ですね、僕が演出そして出演をしております、はい、サテライト沖縄第2回プロデュース公演、腰抜け男ども義理と人情は女が見せてやるに出演していただいております。キャストの方々、ご紹介いたします。それではまずこちらから自己紹介どうぞ。はい、皆さんこんにちは。OBP 沖縄美少女プロジェクトという、アイドルグループや県内で、役者やモデルとしても活動させていただいています、ゆうこです。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、皆さんこんにちは。県内でエースオブタイムというダンス&ボーカルユニットで活動してます、リュウです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はじめまして。はじめまして。すごい、そうやってね、普段から活躍されてる方が、うん、このミュージカルに出られるんですね。そうなんですよ。なんかタイトル長かったですね。そうです、長いんですよ。腰抜け男どもギリと人情は女が見せてやるとい う、 おいおい、すごいタイトルですよね。考えたらね。だって知り合いに言われますもん。はいはいはい、宣伝した時に、うん、絶対に2回は聞き直されます。なるほど。1回見たら、は？え、なんてって言われます。どう、なんていうタイトル。確かに、なんか雰囲気は残るんですけど、タイトル覚えられない。はい、だから今日ゆうこりん、すごい特攻みたいな格好。そうなんですよ。これがね、このお話がちょっとレディースの話で、まあ、女性のヤンキーの話なんですけども、それのまあ主演でやっていただいてるのは優子さんなんですけども、その時の衣装をですね、今日はちょっと着ていただいて、ラジオだけの衣装で行こうじゃないかと。素晴らしい。幸福で。ツイキャスで見てくれてる方もいらっしゃいますので、この夏のトロピカルビーチにまあ似合う。超似合いますよね。超似合う、この一番似合いますよね。一番似合ってるわ。熱い。OBP 沖縄美少女プロジェクト。はい。すごい、美少女の集まりなんですか。ねえ、もう美少女ですよ。少女でもないんですけどね。そうですよ。下が、小学2年生、はいはい、で、まあ、上が、まあ、20まあね、20まあ、私の斜めのグループなんですけど。皆さんちょっとビーチの方、美少女見に来てくださいよ。ね、そうですよ、こっちにいますよ、皆さん。売店の中にいますよ。来るかな、美少女もいい。で、そんな美少女が、はい、そのレディースの役とかいいんですか。いい、大丈夫です。いいんですか。いや、だからやっぱりね、普段活動されてるのでアイドルの姿として、はいはいはい、そういうまあ可愛らしい一面をね、はいはい、ずっと、まあ、ファンの方々にもお見せしてるわけじゃないですか。はいはい、やっぱ今回はね、ガラッと180度変わって、そう、ギャップをね。いや、ちょっと待って、では東さんも最近私のいじり超半端ないんですよ。なんかグループ内でも最近ファンの方もスタッフさんもなんかこのみんな真顔で自分に向かって、ゆうこも可愛いよみたいな、可愛いよとか言うんですけど、今日もね、最近ね、東さんしょっちゅう自分の顔見て、うん、可愛いと思うよみたいな感じのいじりがすごいんですよ、とっても。可愛いですよ。ほらほら。なんでですか。ほら。いや、だってちゃん本当にちゃんと可愛いと思っても絶対こう言われる。ほら。可愛すぎて照れ隠ししてる。そうもう。俺も可愛いと思ってる。本当っすか。みんななんか顔がニヤニヤしてるけど大丈夫です。そう、にやけちゃうの、にやけちゃう、思わずね。でも確かに美少女目に目の前にしたらなんて言ってるか分かんないですよね。じゃあ、それね、当たり前のこと言うとしょうがない。愛ですよ、愛です。そして、はい、そして隣のイケメンの、はい、リュウです。リュウさんは、はい、ダンスユニット、音楽ユニット、はい、歌って踊ってます。はい、してるんですね。そうです。これは、なんかライブやったりとか。そうですね、ライブハウス中心にやってはいるんですけど、はい、はいはい、どうかな。でもたまに一緒になったりするんですよ。あ、はい、ゆうこさんのイベントでとか、はい、そうですね。そう、イベントに出たりしてるんですね。はい、そういう感じです。ミュージカルに参加してどうですか。
ミュージカル、そうですね、あの普段の僕と違う役、違う感じすぎて、確かに結構、あのいや、そうですね、ゆうくん、普段通りだとまずいよね、まずい、そうなんですけど、そうなんですけど、役側はもうヤンキーなので、まあね、ゲス野郎ですよ、多分ね、一番ゲスですよね、ゲス。一番ゲス野郎なんですよ、役としては。なんか東さん、この芝居はこの集まってきて、まずね、オーディションで集まってきた人を見てから脚本を書くっておっしゃってたじゃないですか。そうですね、はい、レパートリーがあって、その中からどれが一番いいかなと。見てゲスだったんですか。そうですね。いやね、まあ、見事にね、集まった男性がね、タイトル通りのね、腰抜き男ともあって、あーって、あーって、あーって、どうかな。そうですよ。でもかっこいいですね。だってね、ゆうきさんもご存知の水曜日担当のせいやくんも出てるわけですから。せいやくんね。あとあの金曜日のお帰国スタイルのゆうしんくんも、はい、そう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 、出てて、皆さんそうですね、ちょっとまあ、線が細いというか、まあ、いわゆるその装飾系なね方々、絶対自分怖がられてると思う、みんなに、あのセイント君、セイヤ君のと結構シーン一緒に絡むんですけど、結構ね、いつもね、こうビクビクしてるような喋ってる時もなんかビク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 しながら、あ、わかりました、はい、わかりましたみたいな感じなんですよね。あの演技なのか、リアルなのかわからない、うん、そうそうそう、でもそれがね、うまいことちゃんと役作りとしては反映されてるんで、いいじゃないかな。今も稽古ほとんど終わってる感じですか。いやいや、まだまだですね、うん、まだバタバタして、やつい先日やっとあのダンスの振り付けとか、あ、そっか、あのアクションとかっていう部分が一応全部皆さんにお渡しして、はい、あとは皆さん頑張って自主練習して超クオリティを上げていこうという状況ですね、今は。じゃあセリフもあり、歌もあり、うん、ダンスもある。そうです、はい、ダンスもある、そしてアクションもあるという、はい、アクションいっぱいですね。アクションが多いですね、うん、今回は。へえ、いわゆる喧嘩のシーンですか。はいはいはい、うん、ゆうこちゃんのアクションがめちゃくちゃかっこいい。マジ？いつも見てる。マジ？うん、え、どこ？アクション、え、どこって何ですか。ゆうこちゃん、いや、たくさんあるから、ゆうこさんもアクションする。俺の一番好きなシーンは最後、東さんと東さんだー、一回パンチするけど聞いてないみたいなのやられるところが、ごめん、もう具体的に聞いた俺が悪かったネタバレみたいになって具体的に聞いた俺が悪かったけど、そうか、東さんも出るんです。僕も出ますんですよ、はい、僕も出るんですけども、一番目立つ役ですよ、多分。本当になんか ね、最近もちょっと衣装合わせとかあったんですけど、はい、まあ、いろんな意味で女子がみんな吠えてました。どういうこと？ね、ちょっとね、だいぶ刺激的な、ね、刺激的な。だからこの舞台大体100分ぐらいあるんですよ、はい、なんですけど、あまりにも刺激的すぎて僕出るの後半のね、40分ぐらいしかないです。でも刺激的すぎる。でも新シーンで言うと、でも多分10分ぐらいしか出ないんじゃないかな。こうギュッとすると、でも美味しいキャラなんで、はい、もうありがたいですね、ほんとに。それが、はい、いつ本番なんですか。こちらがですね、2017年今年の9月2日、の土曜日と9月3日日曜日の、はい、2日間で、土曜日は、18時半会場の19時開演、そして3日日曜日は、会場が12時半で開演、13時、そして3回目にその同日9月3日日曜日に会場4時半、開演が5時からと計3回公演となっております。こちらが劇場が沖縄市民小劇場アシビナにて、上演するということになっております。はい、ツイキャスね、来てますね、ありがとうございます。ラボさん、美男美女来たー、おー、ありがとうございます。めっちゃ喜ぶじゃん。いや、かっこいいかよ。あ、ね、特攻服ですね、いいっすよね、うん、夏とビーチと特攻服。最高ですね。社交辞令アズマッチ。社交辞令じゃない。その通りです。本誌本誌。トミーさんから、リュウ君もっとゲスくなれ、ゲスくなれって来てます。ああ、もうちょっとゲスの人たちたくさん見ようと思います。普段がゲスじゃないんで、ゲス難しいなって思ってるんですよ。裏は分からないな。自分は清らかみたいな言い方。本当に。裏は分からないです。いや、頑張ってください。野の中の銀の太郎さん、ゆうこさんって女優の池上公美子さんに似てますね。あ、確かに。誰だ？池上公美子さん。どちらの方だ？池上明は分かるよ、俺。池上明さん。ああ。おっきり。男やん。おじさんだ。男やん。おじさんだ。超大御
保所のお美しい方です。ありがとうございます。うん、あこんにちは、4時台、宮城さんからですけど、4時台他のラジオ番組のゲストにピンク青色の特攻服を着た女性2人をツイキャスから見ました。はい。何のことでしょう。あそうなんですよ。今日はちょっとね、ラジオ三昧っていうか、そうなんですよ、巡りしてる。今日はちょっとお祭りで、キャストがたくさんいるので、ちょっと何班かちょっと分かれて、はいはい、一気に沖縄をジャックしようじゃないかと、すごい。あ、じゃあ他のやつにも出てきた。そうですね、まあ、他のメンキャストがちょっと出ていただいて。あ、じゃあ今2個目、今期今2個目。じゃあその後は、その後が、はい、私も実は、FM ギノワンでラジオをやっていまして、はい、火曜日の夜9時からギノガルフという番組を、はい、神田邦弘さんと伊波優作さんという男の方と3名でやってるんですけど、はい、次は東さんが来てくれます。はい、今日のゲストですね。はい、行くということで、はい、なるほど。じゃあ今日の9時もぜひ聞いてほしいです。ぜひお願いします。こちらはもうね、ゆうこりんがレギュラーの番組だから、1時間結構たっぷり。あ、結構、はい、多分そのまま企画ものも全部させるって言ってたので、多分最後までいるので今初耳ですね。さらってもう喋って帰ろうと思ってたけど、ぜひね、引き続きずっと聞いといてください。お願いします。お願いします。そしたら、あの、この見どころっていうか、自分なりにこう、ここは、ここを見てほしいみたいなところを一人ずつお願いします。私はやっぱアクションが多い舞台で、はい、で結構女性が多いんですよ、キャスト的にも。なのでこの女性が頑張ってアクションをしてる姿っていうのが、私が稽古で客観的に見てても結構なんかかっこいいなとか、はいはい、一生懸命だなって思う部分が結構あるので、ぜひこのアクションに注目して見ていただけたらなと思います。面白そう。はい、僕はですね、あの、かっこいい歌を結構歌うんですよ。なのでそこに注目していただけたらなと思ってます。美味しいんですよ。なんで美味しい。そうかな。いやソロが美味しいんです。ソロでね、2曲ぐらい歌います。ねー、すごい。歌っちゃいます。もうリュウくんファンにはたまらない。絶対たまらないですよ。みんなじゃあ来てね。すごい。はい、甘い顔で今ね、来てねとか言われたらもうファンの人キャーですね。でも本番は俺甘くないので。あ、はいはい、かっこいいゲスしてます。またまあリュウ君がね、出るシーンがね、キュンキュンするシーンがあるんですよ。ねえ、そういうのを見ていただいたら ね、はい、ね、注目してください。ゆうこちゃんの、はい、あ、すいません。沖縄大好きさんから、こんにちは、火曜は初見です、ゆうこちゃんが出ると聞いてきました。いつもラジオ聞いてくれてます、ありがとうございます。よかった、リスナー拡大した。増えた増えた。そうよ、わかりますよ、沖縄大好きさん、私はわかりますよ。でも火曜日来たことないですよ。火曜日はいません。よかったよかった。はい、で、何か、あ、あの、僕、あの、こう今話聞いてる間に全部忘れたので、ごめんなさい、ゆこちゃんお願いします。何それ、言ってもらえばよかった。怖いよ。年上なんですけど。あ、そうか、なんかね、ね、うん、でも、俺ゆこちゃんの方が年上な感じするよ。あ、でもそれ結構言われます。あ、そうね、自分今21なんですけど。あ、結局言っちゃった。うん、もういいっすよ、もう。もういいっす。21なんですけど、28歳に見られたこともありますし、なんかね、そう、このミュージカルのキャストの方、うん、結構年上の方多いんですけど、はいはい、なぜかその年上の方も私のことゆうこさんって言うんですよ。みんなさん付けで呼ぶんですよ。なんかゆうこさんってしか呼べないって言われました。僕もそうです。あ、確かに。ゆうこさんって言いますね。僕もゆうこさん、ゆうこさん。でもこれいいことなんじゃないですか。しっかりしてるとか、いいことですかね。感覚があるってことはね。まあそうですね。俺もゆうこさんって呼びます。いやいや、絶対無理です、絶対無理。いや、でも本当にね、もうゆうこさんとかにはもう頼りっぱなしでね。いえいえ、昨年も、僕のやったその舞台のもう昨年も主演で。そうですよね、見ました。あ、そうですよね。ありがとうございます。素敵でしたよ。で、今年も主演で。ねえ、びっくり。お願いしようじゃないかと。頑張ります。じゃあ、東さん、まとめてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一度ですね、ちょっと詳細の方をお話しさせていただきたいと思います。サタライト沖縄第2回プロデュース公演、腰抜け男ともギリと人情は女が見せてやる。この舞台はですね、いわゆるですね、誰もが扱った1980年代を
彷彿とさせるようなですね、ちょっとね男と女の熱い話になっておりますので、普段はですね可愛らしい感じで風かっこよくスマートに活動している方々がちょっと泥臭くですね、表現されている、舞台となっておりますので、そういうところもですねぜひ注目して、お越しいただければなと思っております。こちら日時が9月2日土曜日、開演は7時から、そして3日日曜日は1時から開演と17時から開演、計3回公演です。こちら会場劇場が沖縄市民小劇場アシビナーにて上演されます。これチケット取り扱いがローソンチケットで取り扱いになっておりますので、こちらまた検索していただくとサテライト沖縄かま腰抜け男どもかこう入力していただくとこうも出てくるということでございますので、まあもしくは、ちょっとサテライト沖縄の、ホームページとかツイッターとね、あのツイッターがあの稽古場日記みたいなので、ね、ちょっとありがたいことにキャストの方がすごい頻繁に更新していただいているの で、もう本当にキャストの皆さんが結構ねあのその公演についてもつぶやいたりとかしているので、そういったところも見ていただくと、まあ、そこからも、購入ができたりとかありますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いては最後に、はい、では最後に僕たちエイソブタイムから、LSS 聞いてください。どうぞ。あ、じゃあ今日はありがとうございました。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 これで合ってます、この曲合ってます。ごめんね、あ勢いよくな歯折れてない。ありがとうございます。ありがとうございます。この後はあれですか、またメールのやつ、あ、いやいや、テーマのやつをしゃべる。みさんバイバーイ。また稽古で。ちなみに思い切りなんかしたこと最近ありますか、ね、思い切り思い切りこけたとか思い切り歌ったとか、もう稽古がでもね全力投球されてると思いますけど。あ、しまった。クリープの宣伝もしたい。ああ、そうですね。彼もう一個舞台を控えてる。おお、今言いますけど、この曲終わりぐらい。大丈夫ですか、ね、ちょっと残ってね、ちょっとそれがそれでもやっぱり喋ってください。せっかくだわ。その後に CM 入れてから。緊張するな。これってネットにとかあるかけない。一人ごとあ、一応もうちょっとなんかちょっとだけちょっとまた。しげさん。めちゃくちゃ入ったっす。接ってんじゃん。ファンの方がどこどこ。ね。あ、今。あ、そうなんだ。もうちょっと。あ、終わりいつですか、終わり。曲の終わりが。まだで、まだか。はい。あと何秒ぐらい。たくさんあるから途中で切っても大丈夫ですよ。ああ、じゃあ乗せて喋ります。はい。あ、この BGM にして。おいいっすね。じゃあ一応マイク全部上げますね。はい、今お聴きいただいている曲ははい、エイソブタイムで LSS っていう曲です。すいません、入ってなかった、はい、曲ははい、エイソブタイムで LSS でした。はい、そしてなんか一つ、もう一つ告知があるとか。はい、僕がですね、8月の20日、21日に貧困不登校児童特別チャリティー公演ということで、あのクリープという音楽劇に主演で出させていただくんですけれども、はい、それがあの北谷町にありますライブハウスモッツで、8月20日21日時間がですね3時15時と19時7時の両日2回公演で合計4回公演になってます。はい、それもなんか興味深いですね。なじゃあ結構役者に今なってきてる。そうですね、最近からお芝居も始めちゃいました。始めちゃいました冷やし中華みたいな。いいですね、自然な感じがね。いやー、なんか大物になりそうですね。本当ね、そのなんかね、最初の方の舞台にね、関わっててね、みんないいですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんか
かゆっこりのファンがいっぱい集まっているようなね、ありがとうございます、なんですけど暑い中どうも聞こえてない、ね、あ、今見たありがとうございますありがとうございますすごいあー、手振ってくれてありがとうございますあ、こっちも女性の方があららら、はい、ね、ぜひお芝居、あ、ミュージカル頑張ってくださいね、はい、ありがとうございますありがとうございますありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございます。いやあ、暑い。なんかね、設備がこんなだから、すごいですね。またまたスタジオでまた、喋りきれなかったことをぜひ。見てください。9時のギノグラフでーす。今日でーす。お願いします。じゃあ、こっち行こう。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すいません。頑張ってください。ありがとうございます。そうだろうね。9時までそのままみんなに見てもらわないといけないんじゃないの。ありがとうございました。ありがとうございました。また何かで。はい、よろしくお願いします。はい、いきますよ。トロピカルビーチキラキラですね。光ってますね今日も。今日ももう何も見えないですはい、暑いですね。ツイキャスたくさん来てましたね。ありがとうございます。どこからかな、こちらこれですかね。ラブさん、え、ゆうちゃんの方が年上だと思ってましたとか はいはい、あとは、あ、ひとみさんありがとうございます、バイバイ。あ、みんなまた番組は続いているんですよ。そうですよ。2人はね、2人は今までです、2人は、ね、沖縄大好きさんは、え、今来たばっかりっつって、って、あ、今来たのにって、あ、今来たばっかりなのに。残念。ごめんなさいね、ラブさん、ホワイトライトの西日、去り際の特攻服、かっこいい。あ、もういいようですね。今いいよ。またね、前であのファンの方とちょっとね、お話しされてますけども、予約中ですけど、ね、いいですね。特攻服に日傘でで、あの美少女、美少女というようなね、素晴らしいですね、この出演者が、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、今日はね、テーマ思いっきり、あ、そうですね、はい、思いっきり何々したことっていうテーマでやってるんですけど、はい、なんかありますか。思いっきりねしたことというと、僕夏になるとね、大阪で活動した時に、はい、夏になると必ずやってるイベントみたいなのがありまして、あの事務所内で、はい、なんかいわゆるなんか24時間テレビのマラソンみたいな形でね、何かにチャレンジをしようっていうのがね、はい、やったりするんですよ。夏に必ずいろいろやって、はいはい、なんか数々のことやってきたんですけども、まあ、中でも言うと、はい、広島から大阪まで自転車で帰ってくるとか。やったんですか。やりましたね。うわ、思いっきりですね、あれは本当に。2日3日ぐらいかけて。あ、えー、
沖縄の方にでも広島大阪がどんなに遠いかってでも、ね、距離で言うと、はい、約400キロ、はい、いやもうすんごい遠いです、ね、400キロを野宿しつつ、ママチャリでそれママチャリじゃないとダメだママチャリでまず大阪でみんなで千羽鶴を追って、はい、それを高速バスに乗り広島へ行き平和記念公園に置き、はいはい、そこから自転車を探し自転車を見つけてママチャリを購入してそこから出発だとするとそれなんかずっとドキュメント撮ってたりするんですいや撮ってないです撮ってないですただ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 一人でじゃあ間電車に乗ってても分かんないいやいやいやでもちゃんと自転車でね行ってるんですごい、はい、すごいなよくできます一人でですかそれ一人ですねよくできるなでその事務所 そのスタジオのところではなんか若手の子たちがねみんなこう待ってたりするんですよ、はい、で夜中とかに電話かかってきて今東さんどんな感じですかっていやこうこうこうで、はいはい、今山道を一人で黙々と越えてますみたいなああそういうはいはい、はいでその時によ雨降ってきたりとかするんですよ、はいはい、そんな雨降ってて山道夜中で一人で越えてる中電話の向こうでみんなで負けないで歌ってもらうといういもう泣く、泣きながら越えてやってましたね、そうなんですか面白いグループですね、そんなんをやってたりしましたねそれはもう拠点がこのサテライト沖縄っていうのは、はい、大阪が本社っていうかそうですそうです、はいはい、大阪でずっと活動してる、まあ、劇団というか、という形で、まあ、メンバーでまあ40人ぐらいいるんですけどもそれで毎年夏の恒例で新人が強制参加してその感動の洪水だと36時間断食大会っていうのを36時間ご飯を食べないんですけど36時間ご飯食べないやりながらも36時間ずっと感動が押し寄せてくるとはい36時間感動のイベントが目白押しなんですよあほう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 その36時間、はいはいはい、だからみんなで感動する映画を見たりとかまずこの最初にやることはなんかお母さんとか家族の方に感謝のメールを送るとかそれ何の実験なんですかいや何の実験とかじゃないですほうただただイベントですその劇団内のイベントですそれで何をかをこう学んだりとかいやそこで結束力を高めようじゃないかあ人間力を高めようはいはいはい、で何よりもこういう役者とかタレントの仕事をするんなら人に話せるエピソードを作りましょうとはいっていうのをやろうとエピソードは向こうから来ないから自分から作りに行く、ね、やっぱりやってみないとわからないことはたくさんありますからねそこはもうみんな思いっきりやってそのメインイベントで僕は何かどっか行って帰ってくるみたいなのがあったんですよずっとへえ、なるほどそりゃすごいですねそれは思いっきりですねそれは思いっきりやってましたよラゴさんママチャリマジですかって聞いてそうですよ変速はありか何か気になりますでしょ変速ないんですよこれがギアなしの普通に前にカゴとかあるようなやつでザーッとラボさんがエピソードを作りに行く納得そうですねああそういうのもあるのかやっぱりね行動しないと事件なんか生まれませんよでもあのボクボクスタイルのユーシン君このキャストにも出会えてたら、うんうん、なんでオーディション受けたかって言ったらネタがないからみたいなこんな言い方じゃないかもしれないまあ何かやりたいみたいなことですよね、はい、ああなるほどなるほどあそれはありがたいですね、うんうんだからねこの、うん、やっぱりミュージカルに出るっていうのもやらないと絶対わかんないですよねそうですよね本当にやったことないからだから舞台初めての子とかもたくさんいるんですけど、うん、そんな子たちもすごいもう去年のミュージカルも初めての子たちがいてその子たちはすごいもう経験になってまた来年もやりたいですって今年も参加していただいたりとか思いっきりね参加していただいたからいいなやっぱりでも夏休みこう時間が固まってあるから、うん、まとまってあるからそうそういうね経験がじっくりできていいですねはい、沖縄大好きさんいただいてます、はい、改めまして火曜はお初のラジオネーム沖縄大好きですってありがとうございますありがとうございます沖縄大好きさんいらっしゃいます目の前にありがとうございますありがとうございますあなたが沖縄大好きさんですか、いつもありがとうございますすいません早々にゆうこさんがもう去ってしまいまして申し訳ございませんありがとうございますはいすごくないですか東さんのファンも来たらいいのに東さんのファンねなってくれますかありがとう